ファイヤーエンブレムエンゲージ。バンドレクラン、クラン、新ニュースマン、ご無事でよかった。これは一体こいつら城壁を壊して侵入してきたんです。さっき突然バーンって。敵は指輪の間に集中してます。もしかして紋章師の指輪を狙ってきたのかも。ルミエル様が指輪の間で戦っておられます。早くルミエル様のもとに。わかりました、急ぎましょう。僕ですね。私ですか？あなた様の武器です。よし、忘れません。甘く見るでない、必ずお守りする。よし、よっしゃ。敵の数が多い。これでは指輪の間にたどり着けません。この扉の向こうが、間違いありませんわ。すぐに突入いたしましょう。誰かの声。フィレネ王国第一王子アルフレッド、加勢する。フィレネ王国のアルフレッド、君はまさか、まさか神竜様、ついに目覚めたのかい。はい、そうか、よかった。この時をどれだけ待ち望んだことか。話したいことはたくさんあるのだけれど、今はそれどころではないね。奴らは一体。私たちにもわからないんです。急に襲撃があって。承知した。では急ぎ敵将を捕らえ、目的を吐かせよう。
これより僕と我が臣下エーティエ、同じくブシロンが騎軍の騎下に入る。指示を出してくれ。ありがとうございます。お目にかかれて光栄ですわ、神竜様。私は空飛ぶ敵は弓の格好の的ですわ。どうか私にお任せくださいな。このしなやかな筋肉より繰り出される一戦で必ずや仕留めてご覧に入れましょう。ありませんよ。降伏だよ。身になったようだ。神竜様、ご挨拶が遅れました。俺はブシロンというものです。戦う際、敵の近くに俺がいるときは追加で攻撃を叩き込みます。あと一押しが欲しいというときにお使いください。いい鍛錬だった。仰せのままに。行き先はどこだ。
様のために。あなたたちは何者なんですか？どうしてこの王城に？私の口からは語れぬ。今はただこの回廊を死守するのみ。みんな見ていてください。32代目の誇りだ。